クロプラノロールは、β1 受容体と β2 受容体を遮断する、アドレナリン作動性効果遮断薬の一つである。蛍光投与ではほぼ全量が吸収されるものの、肝臓で大部分が分解される、初回通過効果の大きな薬剤である。体内分布性が良く、脳脊髄にも分布する。クロプラノロールはキニジン様作用も有する。不整脈、高血圧、心筋梗塞。 緑内障、片頭痛、乳幼児の血管腫の治療に使用される。ただし、喘息を悪化させるため、喘息患者への使用はできない。また、その他の副作用として、頭痛、倦怠、めまい、除脈などが発生することが挙げられる。分子内の一つのキラル中心が存在するため1、体の共造異性体を持つものの、分離は行われずに、ラセみたいのままで、 医薬品として用いられている。日本での代表的な商品名は、インデラル、ヘマンジオル。LH ・リンドストラム、E ・パーソンらはプロプラノロールを慢性統合失調症患者12名に投与し、二重、毛圏交差比較試験によってその効果を検討した。その結果、6症例で、プロプラノロールにより、精神症状が改善し、3例は悪化、3例には、 変化が見られなかった。カナダのマギル大学の研究者たちの報告によると、トラウマ的な出来事を思い出した直後に、プロプラノロールを投与すると記憶の辛さが緩和されるという研究報告がなされている。乳児の増殖性血管種にプロプラノロールを3ミリグラムキログラム日投与すると、5週経過時点で88%の漢字で改善が見られた。 一方の偽薬では5%であった。24週後に最終的に治療成功とみなされたのは、不群6 0 v s 偽7 4で、高度に優位差がついた。2015年9月に同試験を根拠として日本で承認申請が提出。2016年7月に製造承認がなされた。ありがとうございます。